島選手の動きやっぱ速いんでしょうね。宇都選手をノーマークにしないというところで素晴らしかったです。なるほど。ただその宇都が来た、リバースレイアップ。そうですね、間合いが近いことによってそれを逆に利用して走ってきたのは朝山、ただ朝山に渡さず、これが宇都が奪った。宇都からジョンソン、ジョンソンダンク、ボスハンドで決めていきました、プライス・ジョンソン。変ですからね、はい、昨日とはまた全然違った展開になってきてますね。いや本当そうですね。このオフェンスチームの富山のゲームの入り、ただそのオフェンスを生んでいるのが本吉さん。そうですね、ここのディフェンスですよね。やっぱ宇都選手があのボールに反応してスティール、小野選手のステップのうまさが光りましたね、はい、そしてマーフィーが行く、マーフィーが行って、おー、決めていきました。やり返しましたね、はい、ラモス、ラモスも体を当てながらペイントでの勝負、エンドワンです。先ほどは小野がこういったプレーを見せたんですが、今度一旦下げる水戸、もう一度作り直し、スミスが来た、あうまい、ジョンソン、ここですね、今日ポスハンドダンク2本目、アメタリからスミス、いやここよくエチェリック選手が手を出しましたが、ジョンソンがフォロー、うん、ですから名誉と晴山のマッチアップになっています。そして寺島、その前にファウル、前ですね、今もうアメタリ選手が、アメタリ激しくいきます、激しくいきますね、まあ、フォーファウルでも気にせずいきますよね、アメタリ個人ファウル4つですが、辻のスリーポイント、ちょっと富山のペイントタッチが減ってきてますので、はい、まあ、ここは広島としてはチャンスですかね。辻、空いていた、このスリーですね、このスリーが来た、ね、いや、ここも激しい、ここも激しかったですね、はい、ただその激しさの中でラモスが行く、いや決めた、決めた、エンドワン、手を上げてですね、ここで守ろうというところではあったんですけども、やや下がってというところですかね。名誉に入れる、名誉がスッと抜けていってダンク決めました。さあ宇都が指示を出す、強みスミスに入れて、もう一度宇都、いやうまい、松井圭十郎、富山こういったところ本当にうまいですね。名誉が走り込んでくるが、ノーファールで富山を守りましたね。ブライス・ジョンソン、いや今マーフィー選手見失いましたね、マーフィーは松井についていたんですが、まあ、ジョンソン選手の笑顔も見えましたね。ブライス・ジョンソンは今日3本目のこのボスハンドダンク、宇都ボールを運んでいって、ここでゲームクロージングとなりそうです。74対90、富山90点に乗せました、このゲーム2です。